はい、今日は、PSP の、テレビに映すケーブル、HDMI 出力でテレビに映すケーブルを買ってきましたので、レビューしてみたいと思います。これが、PSP の、2000と3000に対応しているケーブルになります。ハイパーキンっていう会社のものになります。気になる方はまた Amazon 等で調べてみてください。で、早速開けていきます。ちなみに、PSP の、型番なんですけども、このバッテリーのここに、書かれてますので、ここで確認してみてください。これは、PSP の2000っていうタイプになります。はい、じゃあケーブルを取り出してみます。よいしょ。こんな感じです。まずは、この、HDMI に、ここに、ここからここですね、ここにこれを差し込む形になります。これで PSP から、テレビに、画像を映し出すことができます。これなんですけども、PSP をテレビに映し出すと小さい画面で出るんですけども、そのズームっていう切り替えがあるので、これをすることによって画面にフルで出すことができます。で、実際映し出してみたいと思います。はい、じゃあ、実際に、テレビの画面に映し出してみたいと思います。この設定っていう中にあるこの外部ディスプレイ設定というボタンを押します。で、この中に、映像出力切り替えっていうのがありますので、これを実際押していただきます。で、はい、そうするとこういう形で、ディスプレイに映し出すことができます。じゃあ実際、起動してみたいと思います。今日は iRoom ラジオやってみたいと思います。はい、こんな感じで映し出すことができるんですけど、これなんか PSP をそのまま出力すると、テレビに余白があると思うんですけど、黒い余白、これをなくすために、ここにさっきあったこのズームっていうものを押してみたいと思います。で、こうすることによってPSP の画面を全画面に表示することができます。皆さんも興味あれば、ぜひ購入してみてください。